今そうだった今君しか見えない世界から君だけしかいない世界に変わっても僕は君を綺麗に愛したい君だけを綺麗に愛してたい皆さんこんばんは、ときみです。今歌った曲はワンオクロックの曲名がないんですけど、サービストラックって言って、あの CD の1曲のが終わった後にしばらく間を置いて流れる曲があるんですけど、その曲を歌いました。次も同じアーティストのワンオクロックの曲を歌います。次の曲はデシジョンという曲で、意味は決心という意味ですね。聞いてください。
young girls we are You say it's alright You say it's okay It's up to you It's up to you Tell me Open your ears They know what's happening You say it's alright Yes, I make it okay What's best for you Is best for me It's my decision結構緊張しちゃってるんですけど、今日は短い間ですがよろしくお願いします。たけみです。次は新しく作った曲をやろうと思うんですけど、この曲は結構今日でサンスタさんに出させてもらうのが2回目なんですけど、まあ2回目だし、もう一曲目も作ろうかっていうことで新曲を作るって決めて作ったんですけど、結構なんか最初の方は何も思い浮かばなくて、ちょっとギリギリ間に合わないかもなって思ったんですけど、とできたので歌いたいと思います。内容っていうか、その自分がこう、私は今弾き語りでこうして、歌ってるんですけど、と将来的にはバンドがやりたいなと思っていて、でもなんかそれにはなんかこう自分の努力がまだ足りないかなって思うところがあって、で、まあ、自分を奮起させるために作った曲です。と前進という曲です。聴いてください。もっと強くならなきゃ不安に
いぶ緊張してますが、まあ、残りの曲も全力でやっていこうと思うんで最後まで聴いてください。次の曲はまだカバーになるんですけど、あのオアシスの Don't Look Back in Anger という曲をやろうと思います。もし知っている方がいれば一緒に歌ってください。次で最後の曲になるんですが、次の曲もオリジナルで
前回三素さんに初めて出させてもらった時に作った曲です。この曲は晴れたらいいなっていう曲、晴れるといいなっていう曲なんですけどちょっと紛らわしくどういう時に作った曲かっていうと、結構梅雨過ぎてぐらいにすごい雨が雨量が多い時期、雨季時期があるじゃないですか。でその時に学校まで自転車通学をしてるんですけど、結構通学が大変で、なんか雨嫌だなって思って書いた曲です。晴れるといいなです今日は、次で最後なんですけど、ここまで聞いてくださってありがとうございました。最後に、晴れるといいな歌います。ありがとうございました。